久々だな。はい、誰だもん今日。今日はリュウジさんと岡部くんです。にゃらお、頑張ったらや。岡部くんですね。うん、おせーい岡部。はい、前の出ました。できました。あ、もう書いたの。あ、できました。あの、今日振り込み先まで先なんです。あ、先なんです。毎回動画にしどうです。なんでいいじゃん、別にお前。してそれは。は？どうしたの、その怪我。これコンパネが落ちてきます。うん、コンパネっていう木の板が、結構その、そこに引いてあるやつ。これが、これが、僕が上げてる時に、コンパネ上に引きたいもんで、上げてたら、突風が吹いて、でコンパネ落ちてきました。面になるもんで、風、突風受けて、うん、で、落ちてきました。周りから見てたら、乗ってたみたいです。コンパネが。ミュージャー降りてくれ。なんでお前前借りしたの。もう売ってきた、待って、来た来た来たみたいな。なんで前借りしたの。カメラオープンよ。誰で前借りしたの。朝、うん、電話してきたよな、お前俺に、はい、言っちゃった。しかもこいつ毎回テレビ電話でかけてくれたんだ。僕ら6時集合なんですけど、うん、5時ちょっと、その日5時50分ぐらいに出て、うん、俺間に合わねえかなと思って、うん、急いでたんです、焦って。あの、僕ら家が駐車場が前止めなんで、車駐車場が前止めっていうのは、あの、頭から言ってるんですよ。道路に出なきゃいけないんですよ。出なきゃいけないケツから。おう、うん、で、もう急いでるんで、ちょっと確かに気持ちちょっと早いかなぐらい。そしたら車が来てて、うわ、こっちに行きたかったんで、うん、こう出てくるんですよ。あー、なるほどな。なんで僕の左後ろと、うん、向こうの右横う、うん、が、まあ、擦ったような感じになって、クスってなったんだ。板金へこむとかそこまで。もう急ブレーキガッ踏んだんだ。まあ、警察呼んで、うん、で、自己処理してもらって、うん、で、今日こいつの前借りがテーマだね。でしたら相手の保険屋さんから電話かかってきて、うん、で、あの、金額が見積もり出たらちょっとこういう話しましょうみたいな、うんうんうん、で、見積もり向こうの車屋さんに出してもらって、うんうん、で、車屋さんから送られてきたのが17万。17万。はい、その以上までいくら払う。僕が17万。それおかしいよな、だって比率があるんだもんね。比率は8対2です。僕、初めてで事故が。17万の8割だもんね。まあ、3万5千円ぐらいは違うんだろ。そうそう、あ、そう。3万5千円ぐらい引いてもらってもいいよ。それ電話していいやいじゃん。ちょっと言います。あと言います。なんで保険使うの？その、相手の保険屋さんから言われたのが、その話して、保険屋さんと僕の、うんうん。で、その使わない方が、みたいな感じで。向こうの保険、自分の保険屋も喋ってもらったの？喋ってもらいました。で、もう僕、わかんなかったんで。一回も事故したことないんですよって、お前。だったら保険使った方がいいじゃん。はい、使った方がいいじゃん。そんな、階級1個上がるぐらいでしょ、だって。わかんないですよ。で、わかんなくて。で、僕、保険屋さんに話してもらって。うん。で、それで来た話が、あの、分割で払いますみたいな感じになってて。うん、あ、保険屋がそうやって話、交渉してくれたんだ。はい。うん、で、僕も払ってて、で、最初3万円払って、うん、でその3万円の支払いの日が、うん、僕が多分ちょっと、アシュワン誰かと出かけてた、うん、ご飯かなんか、うん、行ってて、それ一番かや。それ振り込みじゃなくて現金で毎回持ってくって言ったやつ。そうそうです、うん。で、僕もちょっとそれで忘れてて、うん、で、一回8時ぐらい、うん、か7時は覚えてないですけど、うん、に電話がかかってきて、うん、あ、これやばいなと思って、今日だ。でもそのやばいやばいな。みんなでいたんで取れなくて電話が、おうおう、それ終わってからかけ直そうと思ってて、うん、でかけたのがもうほんと12時とかぐらいで、おうおう、一応折り返ししたんですけど出なくて、うん、切るわけねえよな、12時だお前、それが事故だで、その次の日に、うん、安井さん、おうおう、が同じアパートに住んでるんで、うん、電話かかってきて、うん、で、あの、昨日闇金の人来てましたよみたいな人が、実は闇金の人ですかみたいな。俺もちょっとさっき聞いたのは、なんか借金取るか来そうとか言って、はい、マジか、動画になるな、トーニングでちょっとおるかって言ったら、いや、もういないですとか言って、ちょっと見ろとか言って、いや、ずっといましたよとか、うん、詳しい話を聞いてたら、事故した相手、うん、っていうのが判明して、うん、で、その事故した相手にすぐ折り返しして、うん、そしたらなんか、その相手の人は、うん、いや、僕は車にいただけなんで、別にそんな
なんかピンポンしたりとかどんどんしたりはしてないですみたいなこと言われて、ただその支払いの日だったんで、うん、であの連絡が取れなかったんで、うん、ずっと待ってましたって、うん、こと言われて、まあ、連絡しなかった自分が悪いんですけど、うん、それで多分相手も不安になって、うん、ずっといたのかなっていう、うん、それめちゃめちゃかわいそうだな。こいつ全部貸したのかなって言ったら、いやいいですって、じゃあそういうのはちゃんと自分できちっとやってくるんでとか言って、2日後ぐらい出なかったんで、あれ本当ですかしかもフェイスタイムで顔つきでかかってきたのよ。だけどそれ話した方がいいぞ、貼った意味じゃないのって言って、保険やと俺喋ったるわ、紹介コンサル料5万円だぞ結局コンサル料5万円だぞ、それ前じゃん、こいつすごいんだよ。で帰ってさ、その後さ、さらに前借りもできますか？置いてる。じゃあなんでやろ？なんで金貸したかったの？あの旅行の時に、旅行が給料分前じゃないですか、うん。絶対やばいと思って。でも今月まともに給料もらっただろお前。まともっす。毎日の見てるだろお前ら。いやこいつ行ってないですよこいつ。だけどお前めなんかお前仲間と女とイチャイチャしたんだろ。一緒です一緒です。最近はしてないっすよ。中村の女とイチャイチャしたんだろお前。最近しないっすよ。俺連絡も取ってないっす。お前逃げてくなって嘘つくなお前。なんで？最近終わりました。振られたっていうか、なんかもう連絡自分が、うん、毎回でも自分が送ってだったんで、ああおはようとか言って、おはよう遊ぼうみたいな、うん、ご飯行こうかとか言って、で一回僕が誘わなくて、うん、向こうから来たこともあって、うん、これはと思ってこれは続きがないこれはもしかしてみたいな感じで思って、好きなのかみたいな、ちょっとメンタあるのかなみたいなで、かわいいなお前、そのなんか僕ちょっとあんまよくわかんないんで、うん、インターネットとかで見るんですよ、うん、何あの LINE の仕方とか LINE の仕方やばいなお前なんかお前雑誌とかのあれなんかさヘブンじゃないですか、特集とかプレイボーイとかで LINE で彼女を落とす方法とかそっち系のそういうの参考にするタイプなんですよで、うん、参考にして、うん、駆け引きをしろって書いてあって、うん、駆け引きと思って、うん、でなんかたまに無視するとか、うん、で気持ち悪い僕無視してたんですよ、それで、うんうん、もう一向に来なかったっすそれはそうですよねそうそうそう、まあ、ってくれたのにでお前鹿としてなんて返すの次3日後ぐらいにおはようって返すそれお前駆け引きじゃねえか終わりやお前絶対女おるわこいつって思われるだけでしょああそう思うんすか、そりゃそうでしょ、3日も連絡なかったら絶対女おるわどうでしょ自分の女になってからだったら分かるじゃないですか、そう駆け引きのタイミングまだ早いですよ向こうも別にまだ友達なんかでご飯だけ行っとる段階で駆け引きしてちょっといい感じになってきてから駆け引きしてますよ、分かるからそれは1回2回しか会ったことないのに、いきなり3日も連絡来たらおかしいだろあれやっすよ、付き合いは4年ぐらいあ、そうなん、地元一緒なんで、ほんとなんでじゃあその4年も仲良かったやつに駆け引きするんだってお前全然いやお前めめしいなってお前そこしないめめしいわお前下心がありやばいだけど手出せんって言うじゃあ動画に向かってその子もし見てたらまだ会いたいの、まだ会いたいの、ちょっとお前で計算したよこいつ、で駆け引きしたよこいつ、会いたいんだな、もしかしたら出るかもしれんって言って見たーあんたもなでだけどお前インスタやってんの、インスタやってます、あ本当投稿ちゃんとしてる仕事かな、みんなやっとるだろう、やってますかね、ぜひフォローしちゃってください、また入ってまあ2ヶ月ぐらい2ヶ月ぐらいぐらい、そうだね、ぐらいで今さこれ来とるのはさ、あのもう一人名前なんだ、小原と岡部、小原岡部がさ松田君ってやっぱトークから来とるから、まあ小原は結婚しとるな、もう結婚しとる、うん、だけどやっぱ松田君とか独身じゃん、そうですね、やっぱ寂しいよな違うこっち来てな、うん、でもみんな毎日飲みに行っとるもんであれかもしれんけど、やっぱ女が一人おると楽しいよな、まあ、別にその付き合う付き合うは別としてご飯だけ食べに行くとかさ、はい、でぜひあのインスタで大丈夫ですか、駆け引きするっすけど、おめでとうそれは何のしろお前そんなこと言っとるとでも一つだけ聞いていいですか、ああその事故の下りから金払ってるって言って、うん、インスタお願いしますって絶対来なくないですか、そんなことない、ね、そういうこと自体がお前駆け引きなんじゃないの、そういうことですか、なんでなんで自分のいいとこも悪いとこもさらけ出した方が別にいいでしょ、そんな俺なんかもう本当に21年クソだったでなそんなもんでしょ別に、まあ、あこれだったらもうインスタ来んやつ言っていい、でこっちでさ、まあ、3万ないがいしたいとみんな旅行行くってな、はい、ちゃんとお小遣いもたいって、はい、あ3万でいいんかって
まあ、あれだったらまあ今度給料ね、来月から2000円ドバテートも作るから、はい、だって5万円ぐらいでも貸しちゃうぞって、あれだったらまあ分割でもいいぞっていいんかって言ったら、え、3万円だったら一括ですけど4万円借りたら半分とか分割制度があるんですか、あれ分割制度がないか別に俺とお前の話じゃねえ、はい、3万でも半分だったら半分だしって、はい、そういう4万で借りたら分割制度みたいなのあるんですかみたいな聞いてきてこれテレビ電話で出なかったもんな、かわいいよな、そういうのが、えっって言ってまあでも今度から給料バンって増えるもんでいいんじゃない、何回払いかなんかだな、はい、3回3回きついんだな、え、3回だった一応この前の話では3回で、3回で12万じゃないですか、じゃあ3万、3万、3万だろう、で最後2万かなんかじゃなかった、3、4、12で最後2万じゃなかった、あ5回だろう、 4×3 かと思いました5回だね、最後3、5、15だもんね、1万多いもんね、俺が1万儲けていいわすぐ騙されるなお前なんかあれかもしれんぞお前、インスタに来るの詐欺師ばっかりかもしれんぞお前、つぼかわるの騙されるのとか言ってんのでも自分めちゃくちゃ来るっすよインスタとかつぼかわってくださいとか言ってなんかマルチ商法みたいなめちゃくちゃ来るっすよお前サイトばっかり見てるんだよ、もっとお金持ちになる方法とかめちゃめちゃ言ってそうだよお前またじゃあ次回どうぞ、まあ、出し合わず来てよ、結構盛り上がったんじゃない今な、盛り上がってますね、楽しい、でまあ本当に橋の職人、まあまだ募集中してます、全然、ね、人が足りてなくて、まあトラックは乗れるのがベストだね、ベストですね、で経験あって、うん、まあこっちに引っ越してくれるなら、まああるんで、またぜひ職人さんの募集もしてますんで、ぜひよろしくお願いします、やります、お願いします、あと2月6日に足場の交流会、はい、でまあ個人事業主とか、まあ会社足場屋さんとか、まあ、あの従業員はまあ誰か社長と一緒に来るならいいけど、一応名刺交換会みたいな感じで進めようかなと思ってますので、会社へ雇って下請けがもうちょっと欲しいなとか元請けが欲しいなっていう人とかね、まあぜひ遊びに来てください、でまあ俺らもみんな来てくるの、僕とかショーとか、うん、あカンタ、うん、レテレテラミちゃんも来るんじゃないですか、あ本当ミッチも来るみたいだし、定期的にこうやってやって集まってなんか勉強会じゃないけど助け合えるみたいな中で、だから愛知県とかの人の方がいいかなと思うんだけど、愛知宮城ぐらいかな、まあ、1回目はこうちょっと俺も入ってバーってやって、でこれからはねなんかそういうなんか企画もみたいな感じでやれて、まあ、ちょっとカメラも回したいんで、はい、あまり映りたくないとかだとちょっとあれかなと思いますけど、うん、ぜひよろしくお願いします、お願いします、お願いします、せーの、また見てね、インスタフォローしてねって、インスタフォローしてね、女の子男子どっちがいい、どっちでも大丈夫ですまあ、ぜひコメント欄また書いてあってください、よろしくお願いします、お願いします。